はい、こんにちは。税理士川南です。今日はどうして帳簿をつけるの、どうして経理をするのかなをテーマに話したいと思います。この動画ざっくり会計というのは、基礎の土台はざっくりまずは学んで、経理、税金の税体を見ようというものです。そこから知識を、さらに少しずつ積んでいくことを目標とした動画です。ですので、例外があったり要件に該当しない場合、正し書きがあったり、法律は細かく分かれてますので、そこまでは説明はできませんので、そこだけはご注意してください。この場合はどうなりますかとか、自分の場合はどうなの、どれに該当しますかなど、質問がある方はオンラインサロンの方で受け付けていますので、よろしくお願いします。さあ、それでは行きたいと思います。今日のテーマ、どうして帳簿をつけるのか。これですね。皆さんね、なんでこんな面倒くさいことしないといけないのかなと思うかもしれませんけども、つける理由としてはね、皆さんね、やらなきゃいけないというのは分かってるとは思うんですけども、どうしてしなければならないんですかという意見も出ますし、しなければいけないって決まってるからするんですよとか、あと申告のため、確定申告のためですよねっていう方がたくさんいらっしゃいますね。確定申告を、要は税務署にね、提出しないといけないからやらないといけないんじゃないのっていう方もいらっしゃると思います。そしてこの帳簿をつけてないとどうなるかというと、よく聞くね、どんぶり勘定というものになってしまいます。このどんぶり勘定、中にはね、耳が痛い方もいらっしゃるかもしれませんが、どうして危険かっていうと、まずどんぶり勘定の危険性って、自分のビジネスが今黒字なのか、または赤字なのかがわからないっていう方がいらっしゃるんですね。あと、自分のなんとなくの感覚で、レジにお金が入って出してっていうか、多分これぐらい利益が出てるんじゃないかなっていう方いますんですけど、実際にじゃあ帳簿をつけてみて入力してみましょうとなると、あれ、先月もうちょっとあると思ってたら意外とないんですねとか、こんなにお金使ってるつもりなかったんですけど、結構私先々月使ってたんですねとか、年トータルでもっと見るとさらにもっと、いろんなことが分かります。そしてこのどんぶり勘定、なんでこの黒字か赤字か把握しないかって言いますと、やっぱビジネスをする上でどのくらい黒字、利益があるのか売上があるのかっていうのを把握することはとても大事です。あと、うちは赤字だから大丈夫だよっていう方もいるんですけど、やっぱビジネスをするにあたって一体どのくらい赤字が出てるのかっていうのを皆さん知ってからビジネスをしないと、危ない、危険なことになります。で、大体うち赤字ですからっていう方は、じゃあ一体本当にいくらなのか知ってますかね、皆さん。なんか100万円ざっくり赤字な方と、赤字10万円って方だと、全然するべきことも対応しないといけないことも違いますよね。でも100万超えて300万円赤字なんですといった場合は、もうビジネスを継続することができないというレベルまで行ってしまいますので、まずビジネスの基本は、今自分がどのくらい黒字なのか、赤字の場合はどのくらい赤字なのかをまず知ることです。そして帳簿をつける最大の理由はですね、私は個人的に思っているんですけど、要は数字で自分のお店を評価するってことですね。そして唯一この数字、帳簿というものだけが、自分のお店を見える化できる唯一の方法なんです。これ以外にあなたのしているビジネスを見える化する方法っていうのはなくてですね、これを持って数字をすること、経理をする、帳簿をつけるということ、日々のこのコツコツとしたことをすることで自分のお店を見える化する。あとはこれを、だから人の出すときですよね、客観的に見てもらえる資料になります。ですから、借り入れしたい場合ありますよね。銀行に何を出すかっていうと、確定申告書を出すんですね、過去の。ではそれを見て銀行側が判断するわけですよ。このビジネスはうまくいっているのかなとか、どううまくいく可能性があるのかなっていうのを判断します。ですので、やはり帳簿はつけなければいけないと私は個人的にも思います。帳簿を見せてね、家族に帳簿を見せ、実際これあった話なんですけど、お客さんで見せて反対してた家族が納得したと、こんなにきちんとしていてやる気があるんだったらやってもいいよっていうので、帳簿を見せて、要は
客観的に、それね、家族の方が帳簿を見て経理を見て判断をされて、まあ、そう反対していたのを応援してくれるようになったという、あの実際の話もあります。そんな感じで、どうして証拠をつけるか、別に税務署のためでもありません、申告のためでもありません。やっぱその自分のビジネスをうまくいかせるための一つの、まあ、方法ですよね。一つのスキルというかだと私は思っています。はい、じゃあ今日はどうして帳簿をつけるのかという話をいたしました。その次には、帳簿をつける際のコツについて動画にしていきたいと思います。またよろしくお願いします。今日は以上です。